はい、こんにちは、まめと申します。今回はこちら、好きを実況させていただきたいと思います。スモンさんのゲームとなっております。リクエストもいただいてたんですけどね、ありがとうございます。いや、私自身もすっごい気になってた作品だったんで、やっとプレイさせていただけることにすごく嬉しいです。そしてタイトル画面のさ、曲めっちゃかっこよくないですか？さっき音量調節してる時ね、超かっこいいなと思ってずっと聞き流してました。はい、ということでキャッチコピーがですね、大切な人間に復讐をということで、どういうことなんでしょうか。やっていきたいと思います。ニューゲーム、はい、タイトル画面の女子はとても可愛いでございましたね。このゲームはフィクションであり、実在の人物団体とは一切グロテスクない、はい、グロテスクな表現が含まれていますグロテスクな表現が含まれてますので、お気をつけくださいませ。相変わらず規制が解けて久しぶりに実況しだしても、相変わらず噛みまくりしてぃ。はい、ん？何の音だ？電子音的な。6月2日何が起こったんでしょう。あ、やばい、ちょっと音大きいから下げます。はい、失礼いたしました食堂っぽいですね。あー、美味しかった。刺身大学の学食ってすごい地味だよなえ、大学名から刺身が売りの大学なんでしょうか、学食的にも。そうよね、ついついたくさん食べちゃうから太っちゃう。でもすごいヘルシーな感じが。あ、でも刺身を食べてるわけじゃないのかな。はい、そんなこと気にするなって、お前元から太ってるからやめろ、えぐられるわほら傷ついた。はい、ん、おいてめえイケメン、喧嘩か喧嘩か、おー喧嘩祭りか、なんだ誰かが喧嘩してるのか。最近物騒だからな、怖い怖い。お前に言ってんだよ。俺かは？俺？ああ、そうだよ、今俺の女をデブ呼ばわりしただろ。二股？まさか。え？は？俺の女？彼女は僕の恋人だぞ。俺の彼女だって言ってんだろうが、お前俺の女にナンパして、かつデブ呼ばわりか。ずいぶんいい度胸してるな。どういうこと？お前もしかして二股してたのか？なんとか言えよちょっと心の声とかぶったわ。私、おい、俺の女を困らせんじゃねえ。いや、その…お前は…彼女を愛しているのか？何を言い出して。いいから質問に答えろ、愛しているのか愛していないのか。彼女はいじめられていた俺を救ってくれた唯一の存在なんだ。自殺すら考えてた俺に手を差し伸べてくれた。僕は彼女を愛している。それがどうかしたのかよ。そうか、その言葉が聞きたかった。何、試してたの？は？なになになに、おめでとう的ななんだよ、ドッキリ大成功。かわゆす主人公ちゃんかな、このいのりちゃんっていうのがあ、我々はドッキリサークルだ。あなたの彼女さんから依頼をもらってな。ドッキリサークル？それに僕の彼女が依頼？最近私に冷たかったから嫌いになったのかなって。だからドッキリサークルの皆さんに協力してもらって愛を確かめたかったの。こんな方法でごめん。人間の本心は、危機が迫った時にこそ出るって言うもんね。俺も悪かった、強く言ってしまった。
本当はその子と何もない。そういうことかよ、びっくりした。なんだ、そんなことだったのか。びっくりするわな、二股か、おーってなるよ。今回の依頼もうまくいったな。ドッキリサークルって面白いね。相変わらず帝の演技リアルだな。演技って分かっててもビビるぜ。先輩の顔面がこんなところで役に立つなんてね。うるせえな、祈りはさりげなくひどいこと言うよな。顔について言われると傷つくんだよ、ガラスハートなんか。何言ってんだよ、イケメンのくせによ。俺らの学年の女はどいつもこいつもお前のことを紹介してくれって俺に言ってきやがる。怒りが募ってる。イライラするぜ。あー、イライラしたら喉乾いてきたな。かわいいす。ジラル先輩、何か買ってきましょうか。スミレちゃんはいつもいい子だよな。気が利く、気が利く女性はモテるぜ。しかしいいよ、自分で買ってくる。そうですか。あ、私も喉乾いたかも。チロル先輩、私のも買ってきてください。おいおい、俺はお前の先輩だぞ。バジリン使うな。カミュ、じゃあ俺の分も頼むわ、チロル。パシリ役犬か。お、はあ、自分で買えよ。俺は他人のために動く気はねえんだよ。クズな先輩。祈り先輩に向かってその言い方は。どうにでも思え、嫌われるのは慣れてるんだよ。お、また太郎。あー、遅刻だ。すごい犬みたいなお名前の可愛いおの子が。太郎、お前が遅刻って珍しいな。おいおい、社長出勤か。すいません、寝坊しました。おかしいな、しっかり目覚ましかけてたのに。たまには寝坊する時ぐらいあるだろ。そうですよ、チロル先輩は一度も寝坊した経験ないんですか。許してあげてくださいよ。俺は時間にルーズな人間は嫌いなんだよ。一度でも遅刻したらそいつはクズだ。やべえな、私はもう、じゃあクズどころじゃねえわ、ゴミか。クズもゴミも一緒だった。はあ、私がジュース買いに行くので、太郎くんの遅刻は許してあげてくださいね。渚先生に計画表を提出するついでですけど。ああ、悪いな。サークル長の俺が提出しなきゃいけないのに任してしまってて。僕もごめん。僕のせいで祈りちゃんが。いいのよ。このサークルの雑用係だからね。どうせならサークルのメンバーに飲みたいものを聞いて全員分買おうかなと了解し申した。記憶力3秒だから覚えるのは苦手だよ。メニュー画面のインフォメーションで見たことや聞いたこと、人物の情報を確認することができます。情報を必要とする場合にはそこから確認しましょう。よかった、記憶してくれるんだ、ありがてえこっちゃ。はい、インフォメーションこれですね。人物情報、あ、いのりちゃん、誕生日1月29日の19歳。本当に刺身でいいのかな、読み方違う読み方か。刺身大学在学の2年生ドッキリサークル所属。面白いよな。明るく元気なムードメーカー、雑用係であり裏のサークル長と呼ばれている。同じサークルのスミレと帝とは幼馴染であり、帝に好意を抱いていると。そういうことなのか、かわゆすですな。情報はまだないですね。オプション、コマンド記憶って何。コマンド記憶ってなんだろう、まあ、よくわかんないからやめときましょう。はい、じゃあお話を聞いていくかの。じゃあまずチロル先輩ですね。麦茶ですね、俺は麦茶なと。まったく、物質の地方、自販機がさっさと治れば面倒なく飲み物買えるのによ。え、物質に自販機とかあんの。あるわ、ここに。すげえな、待遇いいぞ。ジロル先輩がうまく単位を取得して、取得できなくて自販機をゲットからでしょ。おい、
お前が壊したんじゃないか。とにかく早く頼むぞ。喉がカラカラだ。はいはい。これで、チロル先輩は私の一つ年上の大学3年生、ミカド先輩親友であり、ミカド先輩が半ば強引にドッキリサークルに加入させたと。基本的にいつもイライラしていて怒りっぽい副サークル長を務めていると。麦茶っていうのはさ、記憶された？あ、記憶されてないですね。はい、でもチロル先輩が入りましたね、情報に。誕生日12月26日の20歳と、刺身大学在学の3年生、ドッキリサークル所属、副サークル長怒りっぽい、ミカドとはライバルであり親友でもある、祈りとは相性が悪くよく喧嘩している、姉のダイヤには頭が上がらない。ダイヤさん、もしかして4年生にダイヤさんって出てくるのかな、お姉ちゃん、わかんないけど。ミカド先輩は飲み物何がいいですか？そうだな、コーラ飲もうかな。味方先輩、コーラって子供っぽいですね。大学3年生でもう大人なんですから、もっとブラックコーヒーとかにしましょうよ。今でも私ブラックコーヒー飲めない。最近太りたいんだよ。コーラは砂糖たっぷりだから太れるかなって。それにコーラがお子ちゃまの飲み物って偏見もいいところだ。そうだね、大人の飲み物とも言えなくもないね。太りたいの？変わってますね。私も太りたい。自慢じゃないが、よくいろんな女に告白されるんだよ。正直迷惑でさ。そんで、ブサイクになればそんなこともなくなろうとか。ちょっと言ってる意味がわからないな。ずるいな。祈りちゃんはでも好きなんですよね。はい。先輩は今のままがいいです。なんか言ったか？いえ何も。ではコーラ買って、渚先輩に計画表、ね、先生だった、渚先生に計画表を渡してきますね。ああ、渚の長話には気をつけろよ。先生つけやがれ。あ、はい。完全にメスの顔してやがるぜ、いのりちゃん。はい。彼は帝先輩、私のって噛んじゃった。私の一つ年上の、20歳、ドッキリサークルのサークル長であり幼馴染と。一見怖い顔で近寄りがたいが、中身は優しく思いやりがある。ギャップでメスがやられるんですね。サークル長でありながらドッキリサークルのいじられキャラなの。そんな彼に私は恋をしていると。帝先輩とは中高、小中高大全部同じ。正確には帝先輩が行った高校を私が追いかけている。そして帝先輩が作ったこのドッキリサークルに、あ、立ち上げたんだ、この帝先輩が。私も即加入した。帝先輩が作ったサークルという意味で入ったのもあるが、単純に他人にドッキリを仕掛ける斬新なサークルで面白そうだから。いいですね、確かに面白そう。ドッキリなんてされたことないわ。はい、セーブしとこう。よし、ということで帝先輩が追加されましたね。お誕生日は？誕生日見るけど、私人の誕生日を覚えるのめちゃくちゃ苦手なんで、多分3秒後には6月3日忘れてます。20歳、刺身大学在学の3年生、ドッキリサークル所属、サークル長文武両道で、顔性格もよく老若男女に人気があり、しかし本人は他人に好かれていることを嬉しいとも思っておらず、嫌われようと努力している。それがちょっとわかんねえんだよな。好かれたいんだけどな、普通。サークルメンバーのスミレと祈りとは 1歳1年年が違う幼馴染であると。了解し申した。ほい、じゃあ次は太郎ちゃん。太郎ちゃん可愛いなと思って。はい、太郎くん相変わらず普通だね。ひどいひどい、言ってやるな。相変わらず普通って別に普通でいいだろ。良くもなく悪くもなくだよね。飲み物買いに行くけど、太郎くんは何飲む？あ、飲み物は麦茶お願いしていいかな。あいあいさー。はい、太郎くん。彼は太郎、私と同い年のどこにでもいそうな男の子だと。特にこれといった特徴のないのが彼の特徴である。名前も顔も性格も全てが普通。はい、いいと思いますよ。
ドッキリサークルって名前だけ聞くとふざけてるサークルだけど、人を笑顔にできるいいサークルだと僕は思うよ。このサークルに入って後悔はしていない。私も入ってよかったと思ってる。いや、楽しそうですよね、ドッキリサークル。そして太郎くんで、顔面も普通ということは顔面偏差値が高すぎるぞ、この世界。おぉ、スミレは何飲む？私は麦茶かな。オッケー、了解した。祈り。ん？なんだ？何？ついに明日だね。どう？緊張してる？うん。私はきっとうまくいくと信じてる。ありがとう。私もそう思いたいけど、どうしてもマイナスな方向に考えちゃう。大丈夫だよ、自信持って。帝先輩も幸せだよね。祈りみたいな可愛くて優しい子に好きになってもらえるんだもん。っていうことは告白しちゃうの明日？やめてよ、そんな私のこと持ち上げても何も出てこないわよ。祈りなら絶対帝先輩と付き合えるよ。帝先輩も祈りのこと好きだよ。あの様子からして絶対そうだといいんだけど。でもやっぱり誕生日に告白するなんて迷惑じゃないかな。何言ってるの、決めたことはもういいの、応援してるからね。ありがとう。はい、すみれちゃんかわいい。彼女はすみれ、私と同い年で幼馴染。そしてすみれは帝先輩とも幼馴染である。つまり私とすみれと帝先輩は昔からの付き合いなのだ。しかしすみれは小学校卒業とともに親の仕事の都合上海外に引っ越すことになり離れ離れになった。その後時間は経ち、たまたまこの刺身大学で再会した。大学生になり日本に戻ってきていたのだと。スミレは、おとなしく優しいが極度の人見知りだ。そのせいか友達は少ない。こんな可愛すなのに。全員の飲み物も聞いたし行こうかなと。覚えたよ、麦茶麦茶麦茶コーラ。いやー、わかりやすくてありがてえ。こってですね。はい、ということで一応セーブしときますか。あんなにおいに変なところにセーブしちゃった。もういいよ、行きましょうと。はい、赤いワンピースを着てるのか。おん、刺身大学研究室って書いてたかな。先生に私に来たのかな、渚先生。祈りさんこんにちは。先生こんにちは。今日のドッキリもうまくいったらしいわね。私たち職員の間でも噂になっていたよ。噂になるのは嬉しいですが、私たちの存在が有名になればなるほどドッキリが成立しなくなるので。ああ、そういう、確かにな。なんか複雑です。嬉しいという悲鳴というやつですね。確かにね。それで何の用かしら。あ、これ今月の活動計画表です。ああ、ありがとう。サークル活動頑張ってね。ありがとう。この人は渚先生、刺身大学美術科の教授だと。25歳という若さのため生徒の気持ちをよく理解してくれるし、生徒から大人気だと。ドッキリサークル設立時にサークル責任者を、嫌な顔せず引き受けてくれたと。見た目と性格のクールさから男子生徒だけでなく女子生徒から告白されることも多々あるらしい。ゆりかゆりかを。はい、先生。先生は恋したことありますか？恋？もちろんよ。私も25年も生きてるんだから恋の一つぐらいするわよ。恋の相談なら乗るわよ、帝くんのこと。いえ、先生も私が帝先輩のことを好きだと知っていたんですか？あなたが帝くんと喋っている時の表情を見ていればすぐに気づくわ。わかりやすいもんな。私は職業病で
相手をよく観察する癖がついているのだけれど、あれは私じゃなくても気づくレベルよ。え？じゃあスミレ以外のサークルメンバーにもバレて、しかもミカド先輩にもバレていたりして。ミカド君は鈍感だから気づいていない可能性もあるけど、他の人にはバレていると思うわ。そんな、なんか恥ずかしい。恥ずかしがることないわ。人間生きていれば誰しも恋はするものよ。そうだ、私が恋愛について特別講義をしてあげる。いや、結構です。遠慮しなくていいのよ、時間はあるでしょ。いや、その…何が始まるのだ、講義とは。あ、長話、そういえば長話には気をつけろって言われてたよな。日が沈んでるぜ、まったく。といった感じで、哲学的に恋愛を説明すると4時間かかる。今日はこれぐらいにして、続きはまた今度にしましょう。長い、長すぎる。もう夜になってしまった。飲み物買ってこいって言われたけど怒られるんじゃね。まあでも捕まったと言えばね。ありがとうございました。とてもためになりました。ほとんど聞いてなかったけどあら、もうこんな時間。祈りさん、帰るときは気をつけてね。はい。まだサークルにみんないるかな。もしかしたら帰ってるかもしれない。一応頼まれた飲み物買って帰るか。何を頼まれたっけ。4時間もかかっていれば忘れるよな。サークルメンバーに頼まれた飲み物はコーラ1本、麦茶3本。これで間違いはないんですが、みんなに違うものを配りたいと思います。青汁4本で。私は記憶していたと思うんだけど。健康的になりやがれ。違った気もするけど、まあいいか。はい、残ってるかな。ってか、あ、花びら舞ってる。みんな遅くなって怒っているだろうから、機嫌直しのためにプリンも買ってきたし大丈夫だよね。にゃーん。どこ、白猫ちゃんがいる。あ、シューマイ、おいしそう、名前がシューマイ、なんでこんなところにいるの。懐かしいわね、あなたと会った日。ん、階層に入るのかな。まさか、スミレと大学で再会できるなんて。あ、改造だね。嬉しいよ。私も嬉しい。日本に帰ってきたなら連絡くれればよかったのによ。まだこっちに帰ってきてから、そんなに日が経ってなかったからバタバタしてて。ごめんなさい。そんなこといいのよ。また出会えたんだから。もうスミレ、可愛くなりすぎててびっくりしたよ。そんなことないよ。二人こそ美人にかっこよくなってて、私なんて一緒にいちゃいけない気がするほどだよ。ま、昔みたいに仲良くやろうぜ。えん。シュウマイちゃん。猫ちゃん。野良猫かな。ああ。そいつはシューマイだよ。シューマイ？俺が小さい時からこの辺に住み着いてる野良猫のシューマイだ。俺がシューマイ食べてた時に出会ったから勝手に単純すぎて。その猫、変態でな、女にしか懐かないんだ。俺が触ろうとすると噛んでくる。それは帝先輩の顔が怖いからでしょ。うるせえ。さあ、スミレが帰ってきたお祝いで俺が怒るから飯食いに行くぞ。ただ飯はうまいからね。にゃあ、引っこきやがった。いい先輩に、なんてことだ、シュウマイちゃん。くそ、あの変態猫、マジやがれ。
ミカド先輩昔から変わってないよね。そうだね、先輩面白い。私たちも行きましょう。スミレ？祈り、正直私のことどう思う？何？急に。私、小学校卒業とともに祈りと帝先輩と離れ離れになった。そして大学で再会した。つまり6年間二人とは別の場所で時間を過ごした。その6年間はとても長い。二人は表向き優しくしてくれているけど、正直私のことをどうも思っていないのかなって、邪魔者なのかなって。うざかったり邪魔ならはっきり言って、私は二人の幸せを優先したいから。何言ってるのよ。外国に6年間いたぐらいで、私たちは今でも昔と変わらない関係よ、関係だよ。帝先輩だってそう思っているはず。本当？本当よ。かわゆす。私たち、ずっと親友だよ。だから、隠し事なんてなしだからね。ふん。隠し事はしないし、困ったことがあったらお互い相談すること。絶対にだよ。うん、だからこれからもよろしくね、スミレ。そんなことがあったんだね。シューマイ、私明日帝先輩に告白するんだ。うまくいくかな。逃げやがった。シューマイ行っちゃった。あー、ん？スミレちゃんと帝先輩か？まさか。スミレと帝先輩だ。まだ帰ってなかったんだ。でも、こそこそしてたけど、何してるんだろう？気になる。ちょっと、やばい感が、うん。盗み聞きなんてよくないけど、ごめんなさい、気になって。